皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回もゆっくり解説をやっていくぜ。今回は鬼滅の刃のあのキャラを解説していくぜ。お願いします。俺は鬼殺隊の橋平伊之助だ。かかってきやがれゴミクソが。ということで今回解説するのは鬼滅の刃の登場人物、橋平伊之助だぜ。イノシシの被り物が特徴ね。ということで解説していくぜ。橋平伊之助、鬼滅の刃の登場人物で、鬼殺隊の剣士だぜ。最終選別に同じくして立ち向かい、たった5人だけ生き残った精鋭隊士の一人だぜ。だがさっさと下山したせいで大福、日輪刀の功罪なども受け取れていないらしいぜ。そやにして粗暴な性格で、生粋の野生児であり勝負が好きな戦闘狂でもあるぜ。猪突猛進が口癖であり、この口癖が彼の生き様を表してると言えるぜ。マジで野生児って感じよね。普段はイノシシの被り物で顔を隠してるが素顔は中性的な美少年だぜ。善逸曰く、体はムキムキなのに顔は女みたいと言われ、気持ち悪がられていたぜ。また、イノスケは自身の可愛らしい容姿が気に入らないらしく、普段は舐められないようにイノシシの被り物で顔を隠してるようだな。ただ、彼の容姿は鬼からも美しいと評されてるぜ。被り物をしてるキャラはうさんくさいキャラが多いが、イノスケは珍しく、感情豊かで裏表がないぜ。どうやら彼は捨て子らしく、イノシシに育てられたようだぜ。彼のイノシシの被り物は育ててくれた母イノシシの亡骸を元に作ったようだぜ。本来、一定の年齢までに人間の言葉に触れずに育った人間は語学を習得できないとされてるぜ。約12歳頃が限界でこれをクリティカルエイジというぜ。イノスケも本来ならば人間の言葉すら喋れずに獣の一員として生きていくはずだったぜ。だが、イノスケは言葉代わりと堪能だったぜ。どうして普通に喋れるの？高春という青年と彼の祖父の影響だぜ。高春は祖父に化け物を家に寄りつかせないよう注意するが祖父はすでに物忘れが多くなっていたため、何度も伊之助を招き入れ初孫のように可愛がってたぜ。伊之助は高春の祖父から百人一首などを読み聞かせられる中で言葉を覚えていき、この時に着用していたふんどしから自身の名前を教わるぜ。意外に小難しい語彙が豊富なのは高春の祖父の影響だと思われるぜ。ふんどしには誕生日も書かれてたらしいわね。そして同時に高春の乱暴な口調を自らのものとし、その家を自分の縄張りにして時折おかきなどを差し出させてたぜ。その後は自分の縄張りに踏み込んだ鬼殺隊士を打ち負かし、刀を奪って最終選別や鬼の存在を聞き出したことで鬼殺の道を歩むことになるぜ。そのため育てによる修行をしてないぜ。にもかかわらず我流で呼吸を身につけ、最終選別で誰よりも早く下山してるんだから相当な才覚があることがわかるぜ。元のスペックが非常に高いことがわかるわね。他の生き物との力比べを生きがいに育ってきたため人一倍闘争心が強いぜ。自分以外の他者を相手にするまでもない弱者かより強くなるための踏み台とするに値する強者としてしか認識しなかったぜ。自分より強いと認識した相手には状況構わず勝負をこうが、戦う力を持ちながらも戦意を持たない相手に対しては弱みそと怒鳴りつけることもあるぜ。戦う相手がいない場でもその闘争心が収まらないらしく、大声を張り上げたり意味もなく木の幹に体当たりしたりしてるぜ。まさに獣ね。イノシシに育てられたため、人としての常識が通用せず、意識してないとはいえ無力な症状を足毛にしたり、屍を埋葬する意図を理解できてなかったぜ。食べ物を手づかみで食べる、清めの切り火を威嚇と思って激怒する、届け物を作って届けてくれた人の目の前で乱暴に扱うなどしてたぜ。さらに配偶者の身を案ずる夫の前で嫁もう死んでんじゃねえの？とつぶやく、同僚が業務上最も基本的なことができてないことを面と向かってバカにするなど無神経な面も多いぜ。山育ちで人と関わることがなかったからか、単純にデリカシーがないわよね。さらには字の読み書きすらできないぜ。自分の名前はわかるが字は書けないぜ。ちなみに明治末期の識字率は約 98% であり、文字が読めない猪之助はかなり珍しいぜ。それでも一応は言葉によるコミュニケーションが取れるし、下半身を衣服で覆ったり、自らの名を持ちそれを名乗ったり、無益な殺生は行わないなど、獣じみてこそいるが人間ではあるぜ。最低限の様式はあるみたいなのよね。負けず嫌いな一方でものすごく染まりやすい性格であり、ノリが頻繁に変わるぜ。良くも悪くも細かいことは気にせず、過去のいさかいなどもその時の精神状態や思考によってあっさりと忘れるぜ。また、炭治郎の影響を強く受けており、戦いの際は彼の言葉を思い出すことが多いぜ。ただ、割と豆腐メンタルな一面もあり、なたぐも山で鬼にボコボコにされた後は、弱くてごめんねと言い、長い間引きずっていたぜ。炭治郎に限らず他人の影響をすぐに受けるわよね。獣に育てられ、母イノシシもすでに死んでることもあってか、動物は死ぬと土に還るだけと割り切った死生観を持っているぜ。
だが、煉獄が死んだ時は弱音を吐く炭治郎に檄を飛ばし、一緒になって号泣するなど死を悲しいものとして認識してるぜ。彼にとってはどれだけ惨めな姿を晒しても前に進み続けることが生き残った者の責任であると考えているようだな。煉獄の死をきっかけに精神的に大きく成長してるぜ。話が進むたびに人間味が増してきてるわよね。左手で箸を握りしめてる描写があり、左利きなのかもしれないぜ。アニメでは右手で持ってるので実際は右利きなのかもしれんがな。あるいは彼は二刀流で戦ってるため、両利きの可能性もあるな。バカであるかのような描写が多く、他人の名前を全然覚えられないぜ。炭治郎、善逸の名前を劇中でも間違えまくってたぜ。ただし7回に1回ほどはちゃんと正しく呼べるし、さすがに終盤にはちゃんと名前を覚えてたぜ。炭治郎同様、芸術センスは皆無っぽいぜ。戦闘における頭の回転は早いみたいね。初期の頃は獣じみた言動が多く、人間味がほとんどなかったぜ。だが、炭治郎をはじめとした人々と関わるうちに人間味を持つようになったぜ。伊之助は精神的に成長してる描写が特に多いぜ。人並みの情緒も得るようになり、他人を慈しむ描写も増えていったぜ。ちなみに当初から春日井ガラスが全く登場せず、大福などと同様に受領していないのではと思われてたぜ。だが実はそうではなく受領していたものの、伊之助に18回も食べられそうになったので常に影に隠れていることが単行本を噛んで判明してるぜ。ガラスの名前はどんぐり丸だぜ。食べられそうなものは何でも食べようとするらしいわね。ということでここからは彼の主な対人関係について解説していくぜ。お願いします。炭治郎とは当時は喧嘩しており、張り合っていたぜ。後に仲良くなってるぜ。炭治郎の影響を受けてることが多く、基本的に炭治郎の言葉を頼りにしてることが多いぜ。炭治郎と修行することも多いようだぜ。また、炭治郎とは同じ田舎育ちだから代わりと気が合うような描写も多いぜ。戦闘でも共闘することが多く、仲がいいことがわかり、親友と言える関係と言えるな。兄弟感もあるわよね。前日には根を持たれていたが、機能回復訓練の頃には仲良くなってたぜ。だが、前日は都会育ちで臆病ゆえにあまり気が合う方ではなさそうだぜ。だが、伊之助も前日も炭治郎と一緒にいることが多いことから、三人になることも多いぜ。実際、伊之助、炭治郎、前日の三人で修行することが多いようだぜ。前日に突っ込まれたり、止められることも多いぜ。共闘することも多く、仲のいい親友関係と言えるぜ。この二人も結構仲がいいわよね。葵とは目立たないものの、ところどころで絡んでる描写があったぜ。また、葵は伊之助の所作を面白がってることが多かったようだな。葵は伊之助の食の好みを把握してたり、彼がよくつまみ食いをすることを知ってたので別で彼に食べ物を用意していたようだぜ。そんな葵に伊之助も思うところがあったようだな。伊之助と葵に関してはよくよく見返すとフラグ自体は存在してたぜ。炭治郎とかなお、前逸と禰豆子と比べてフラグが少なめだからこの二組と比べたら唐突感があったけどね。禰豆子のことは古文だと思ってるようだぜ。また、彼女が喋るようになってからは言葉を教えたりしており、仲がいいことが伺えるぜ。そうね。忍に対しては母性を感じていたらしく、彼女にかなり懐いていたらしいぜ。機能回復訓練の時は忍のペースに乗せられていたぜ。柱の中でも忍とはかなり仲が良かったことが伺えるぜ。忍には頭が上がらないらしいわね。うずいとは遊郭編で共に行動していたぜ。煉獄に対しては尊敬してると思われる描写があるぜ。柱の実力を認めてる描写が多いわよね。玄野とは馬が合わず、さらには伊之助は玄野を馬鹿にしたこともあってこの二人は犬猿の仲だぜ。伊之助の主な対人関係はこんな感じね。ということでここからは彼の能力を解説していくぜ。お願いします。山の中で獣同然に鍛え上げた身体能力は地獄のような修練によって人間としては極限まで鍛え抜かれているはずの鬼殺隊士をさらに上回るほどだぜ。また、彼は日輪刀を2本所持しており、二刀流で戦うぜ。鬼殺隊に入ってからはさらに身体能力に磨きがかかっているぜ。育てから修行を受けていない完全な独学にもかかわらず炭治郎らと遜色ない身体能力と戦闘感を身につけてるぜ。さらには独力で全集中の呼吸を身につけてるぜ。日輪刀の色はアイネズミ色だぜ。独学で全集中の呼吸を身につけてるのすごいわよね。恵まれた柔軟性から姿勢を低くした体勢からの攻撃を得意とするほか、全身の関節を外し普通は通ることが難しい強所への侵入が可能だぜ。心臓などの臓器の配置を任意でずらすこともできるので首を立つなどのあからさまな致命傷でも負わない限りはなかなか死なない生存力の高さを誇るぜ。体を自在に変形できるからか、痛みに対する耐性も高く、肋骨が折れたぐらいでは倒れず、構わず戦闘を続行してるぜ。
他の人物と比べても明らかにタフよね。生まれついてのものかはわからないが毒が効きづらい体質でもあるぜ。ただし毒が効きにくいということは同時に薬の効きも悪いことも意味し、一概にメリットばかりでもないぜ。また、彼は戦闘強で力比べが好きな割に仲間と共闘することが多いぜ。彼は基本的に討伐補助に徹することが多く、実は彼が怠慢で鬼を倒したのは劇中で一度だけで、能力自体はサポート向けだったりするぜ。戦闘強なのにサポート向きの能力の猪之助に対して、臆病なのに怠慢向きの善逸と対照的になってるの面白いわね。また、炭治郎が嗅覚、善逸が聴覚が優れてる中、彼は触覚が優れてるぜ。上半身を常に晒しているのは落ち着かないという彼の性格もあるが、肌面積を増やすことでパッシブセンサーとしての能力を最大限に有効化させるためでもあるぜ。ちなみに猪之助は大服を着たことがあるが、落ち着かなかったのか結局断念してるぜ。また、遊郭編で潜入した時は服を着ていたこともあって探知性能が落ちていたぜ。肌を晒してる方が探知能力が高いらしいわね。野生児としての経験もあってその感知能力は非常に高く、視覚からの視線や殺気にも異常なまでに敏感だぜ。さらには被り物のおかげで視線がバレにくいぜ。誰がどこから自分の体のどこを見ているか狙っているかまで瞬時にわかるようだぜ。本人曰く、視線や殺気は肌に直接突き刺さるように感じるからすぐにわかるとのことだぜ。戦闘における頭の回転は速いものの、やはり思考能力には難があり、基本的にまっすぐ突っ込んでぶった切るという戦法しかできず脳筋だぜ。まあ、仲間との共闘で猪之助の欠点はある程度補ってるけどね。我流の方も単純な攻撃技が多いため、物理ではなく絡め手を用いる鬼には相性が悪いぜ。彼の日本の日輪刀は鬼殺隊士から奪ったものなんだが、刃の部分が曲線ではなくギザギザとしたノコギリ状の形状をしているぜ。ちぎり裂くような切れ味が自慢とのことだが、後に自分で刀身を刃こぼれさせてその形状を作っていたことがわかってるぜ。どうしてわざわざ刃こぼれさせてるのかしらね。ギザギザにしてる方が活かしてると思ってるようだぜ。当たり前だが刃こぼれさせるとむしろ切れ味が落ちてしまうぜ。まあ、猪之助の実力なら関係ないのかもしれんがな。なた雲山で日輪刀を破損させ、打ち直してもらってたんだが、わざわざ自分で石を打ちつけて刀をギザギザにしてたぜ。当然ながら彼の刀を担当した金森はブチギレてたぜ。元からギザギザなデザインにしてもらえばよかったと思うが気にしてはいけないのかもしれないぜ。金森のブチギレシーンめっちゃ面白かったわ。彼が使う呼吸は、我流、獣の呼吸だぜ。獣の呼吸は猪之助が独学で作り上げた流派であり、この呼吸法によって瞬間的に身体能力を底上げしてるぜ。猪之助が独学で編み出した呼吸だからか、何々の型と統一しておらず、攻撃用の型を何々の牙、攻撃以外の型を何々の型と区別してるぜ。性質的には風の呼吸に近いらしく便宜上、風の呼吸の派生ということになってるぜ。厳密にはどの型の派生にも属してないらしいけど、便宜上、風の呼吸の派生扱いになってるのよね。ちなみに型の名前についてだが作者曰く、造形は一番イノシシが好きなようですが、狼やクマも好きなのでそのあたりが影響しているとのことだぜ。荒々しいイメージに反して共闘者のサポートにも長けてるぜ。猪之助が独学で編み出した呼吸でありながら型の数が多めだが、これは猪之助自身が思いつきで編み出した技も多いからで、ぶっちゃけ本来なら異なる型として区別する必要がないような型もあるぜ。イノシシだけでなく狼やクマも好きなのね。ということでここからは彼が使う型を解説していくぜ。お願いします。獣の呼吸、一の木は、うがち抜き。両手に揃えた二刀による全力の突きだぜ。突き技ね。獣の呼吸、二の木は、切り裂き。腕を交差させるように二刀を振り、十文字状に広範囲を切り裂くぜ。そうね。獣の呼吸、三の木は、食い裂き。懐に潜り込んだ後、交差させた二刀で対象の両側を挟んで外側に向けて左右に振り抜くぜ。雑魚鬼を倒した方ね。獣の呼吸、四の牙、切り込まざき。素早い六連撃により、前面広範囲に細かい斬撃を入れて切り裂くぜ。二の牙とはまた別の斬撃みたいね。獣の呼吸、五の牙、狂いざき。銃を前、二刀を振って周囲を四方八方に切りつけるぜ。敵に囲まれた時や他方面から攻撃を受けた時などに有効だな。全方位からの攻撃に対応可能ね。ケダモノの呼吸六の牙ランクイガミ。ケダモノの呼吸六の牙ランクイガミ。攻撃面における猪之助の切り札だぜ。二刀の刃を対象の一点で噛み合わせるように挟み込み、欠けた刃をノコギリに見立てて引き裂くぜ。反撃技としても適しているな。獣の呼吸の中でも高い威力があるぜ。
対象の剛柔といった物理特性をある程度無視できる上に格上の鬼の首を落とすことすら可能だぜ。ただし一点集中の上、十分な威力を引き出すには刃の根本で挟む必要があり、刃先まで引き切るために技の始動から完了までタイムラグがあるぜ。抱きの首を切り落とせるだけの威力があるのよね。けだものの呼吸、七の型、空間式覚。けだものの呼吸、七の型、空間式覚。優れた触覚をさらに研ぎ澄まし、大気の微細振動を捉えることで幻惑の術の類を無視して広範囲の索敵を行うぜ。周囲の直接触れていないものの姿を捉えることも可能だぜ。ただし、この技を使用する際は集中のために刀を手放すので一時的に無防備な状態になってしまうぜ。なので近くに味方がいるか、敵に見つかっていない状況でなければ使用は困難だぜ。索敵に有用な方ね。けだものの呼吸、八の型、爆裂猛進。機動面における伊之助の切り札だぜ。全集中の呼吸法で最大限強化した肉体で超前傾姿勢をとり、両腕を背に流して空気抵抗を減らした上で、一切の回避、防御を捨てて直線軌道で走り抜くぜ。格上の鬼ですら一瞬ひるませ、気をつくほどの速度でかけることが可能だぜ。相手との距離を詰めるのに有効ね。けだものの呼吸、くの牙、真、うねり抱き。関節をすべて外した腕を伸ばして間合いの外にいる対象に斬撃を放つぜ。相手の不意をつくことが可能だぜ。関節の脱着は一瞬だぜ。軌道が不規則かつ伊之助の視線が伊之氏の頭部で隠れているので、相手に狙いどころを悟らせないという強みがあるぜ。ただし、生み出して間もないのとその不規則さが災いして狙いの精度が低いのが難点だな。早い話がズームパンチね。けだものの呼吸、銃の牙、炎天線が。手首を軸に日輪刀を旋回させる、激しい旋風を伴う回転斬りだぜ。敵の攻撃を防ぐのにも有効ね。投げ先。戦闘中に思いついただけの技だぜ。フリスビーのように刀を回転させながら投げつけるぜ。自らの獲物をすべて捨てる捨て身の攻撃だが、攻撃中の仲間の刀に当てることで、仲間の刀の威力を上げることが可能でサポートにも向いているぜ。伊之助の能力の解説はこんな感じね。ということでここからは彼の活躍を話していくぜ。お願いします。鼓屋敷では鬼を一匹倒してたぜ。なた雲山では炭治郎と共闘し、母雲撃破に貢献したぜ。だが、後に父雲にボコボコにされてしまうぜ。義勇に助けられてことなきを得るがな。機能回復訓練で炭治郎、善逸と共に全集中常駐を得得し、無限列車に乗り込んだぜ。煉獄、炭治郎、善逸、根津子と共に炎武を撃破したが、赤座の戦いでは何もできなかったぜ。遊郭編では善逸の救出をしたり、善逸と共闘して抱きの首を切り、撃破に貢献したぜ。その後は無限城決戦編ね。無限城決戦編ではカナオと共に道馬と戦うことになり、ここで彼の過去が明かされたぜ。彼の実母は走りらことはといい、息子を可愛がる優しい母親だったがやや頭の弱いところがあり、婚家には恵まれず夫から暴力を受け、片目を失明したらしいぜ。やがて道馬のいる万世極楽郷に逃げ込み、彼にかくまわれるぜ。だが、ことはは彼の正体を知ってしまい、殺害されてしまうぜ。だが、息子の伊之助は逃がしていたぜ。要するに道馬は伊之助の母親の敵だったわけね。このことを知った伊之助は激怒し、道馬と戦い、なんとか撃破したぜ。その後は鬼殺隊のみんなと無惨と戦うことになり、無惨は朝日を浴びて死亡したぜ。炭治郎が鬼になってしまうもカナオが鬼を人間に戻す薬を投与したことで元に戻ったぜ。その後は炭治郎、根津子、善逸と共に4人で暮らすことになるぜ。炭治郎、善逸と比べて軽症だったからか、3人で一番元気だったらしいぜ。根津子にはかなり懐いてるようだぜ。墨売りに同行したりしており、近所の人たちからも猪ちゃんの愛称で親しまれているようだぜ。後に葵と結ばれたらしく、最終話には2人の子孫と思われる走りら青葉が登場してたぜ。これで猪之助の解説は終わりね。総括すると彼は野生児と言えるぜ。だが、話が進むごとに人間らしくなった人物と言えるな。そうね。ということで走りら猪之助の解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。